おっちですねちら始まりましたよいしょよいよいしょ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 はいどうもごきげんよう久保田俊之です。久しぶりですね。はい久しぶりです。年末ラリズム FC やっております。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします、はい、そしてこちらシネマチュラリズムマスコットキャラクターのちびばなんです。よろしくお願いします。はい、同じくですね、シネマチュラリズム MC をしております曽我正臣です。俳優映像制作もしております。本日もよろしくお願いします。お願いします。早速ですが今日の作品についての初見の感想をちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、はいはい、いかがでしたか。もういきなりこんなこと言うのすごく失礼だと思うんですけども、監督さんの頭の中はどうなってんだろうなっていうふうに本当に感じました。ああいや、はい、すごいすごい、そのこういう映画を見たことがなかったので、うん、本当にいい意味でなんですけれども、どういう考えでこの映画作られたのかなっていう、すごくワクワクしながら、ワクワクドキドキしながら拝見しましたね。確かに。ウェブページもにも書かれてるんですけど、ドキュメンタリーと、まあ、うん、あれですね、フィクション、ファンタジー、そうですね、フィクションというかが織り交ざって、はい、進んでいくような構成になってるんですけども、うん、それも単純に分かれてるわけじゃなくて、そうなんですね、本当に織り交ざってるんですね。そうちょっと頭の中整理するのに時間がかかるところもあったりとかもするんですけど、うん、でもなんかね、すごい不思議な世界に入り込んだような感覚で作品を体験できたので、すごく新鮮でした。それでも何かこう、なんかすごい僕は力強さとか、はいはいはい、生きる力みたいなのがすげえ伝わったんですよね、うんうん、でまあちょっとまあ劇中で出てくる言葉も特殊じゃないですか。そうですね、はい、そこもまたなんかこうよりなんていうんですかね、異世界観というか、うんうん、ちょっと違った世界のお話みたいな部分も感じれて、そうですよね、日本のお話のはずなんだけれども、うん、まあどこかね、異国に来たよ、うん、そう、はい、不思議な体験ができるでしたね。確かに、はい、本日紹介する作品がですね、こちらの沖縄本土復帰50周年映画特集、国境の島に生きるよりバチェラヌンです。1972年に本土復帰してるんですけど、うんうん、で50周年で記念の映画として、まあ、バチラヌと実はもう一つ与那国という作品があるんですけど、本日はバチラヌについてちょっと聞いていきたいと思います、うん、それではバチラヌの監督東森愛佳さん、お入りください。どうぞどうぞ。はい、どうも、よろしくお願いします。バチラヌーンの監督をいたしました、与那国島出身の東森愛佳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、監督がですね、まあ、こう映画監督になろうと思ったというか、まあ、映像を作ろうみたいなのを心に決めた時のきっかけみたいな話って聞いてもよろしいですかね。どこから、私、まあ、バチラヌーンでは監督は初めてだったんですよ。あ、はいはい、初めて でその大学も京都の芸大の映画学科に行ったんですけど、入ったところも俳優コースで、映画監督目指してたわけじゃなかったんですね、うん、で、まあ、そんな中でものづくりというか、まあ、映画作ってる中で、俳優やってる中で、こう自分をこう振り返った時に、やっぱり地元の与那国島の存在は欠かせなかったし、その島をこう改めて振り返って知ることが自分を知ることにつながるんじゃないかなってところから、大人になって振り返り始めて島のことを知り始めて、でまあ、そんな中で、まあ、与那国で映画を撮りたいっていう思いが強くなっていって、だからそうですね、監督になりたかったというよりか、与那国で本当に映画を撮り収めたかったから監督という術だったっていうな感じですね。俳優を目指されたきっかけっていうのは何だったんですか。
それがまた少し遡って、はい、高校時代になるんですけど、はい、まあ、高校は、まあ、与那国島って中学校までしかなくて、15歳で島もみんな出るんですけど、はい、で高校進学するとともにみんな石垣だったり沖縄本島だったり県外だったり行くんですよ。で私も石垣島の普通高校にこうスポーツ推薦で進学して、その時まで全然それまで島に行った頃までは映画に触れる機会全くなかったんですね。映画館もないし、レンタルビデオショップもないし、ネット環境も悪いし、で本当に無縁の生活を送ってたんですけど、でまあやりたいこととか目標とか特になく進学して高校行ったんですけど、まあいろいろ重なって、まあ、学校に行けなくなった時期があったんですね。でまあ不登校引きこもりの時があってからの、その時に映画を見出したのが始まりでした。映画を見る時間がなんかこう現実逃避する時間みたいな、何かこう映画のことを見てたら、考えてたら自分のこと考えずに済むから、こう逃げる場所行為だったんですけど、それがだんだんこう行きたい場所、やりたいことに変わって、でやっとこう目標、やりたいものことが見つかってから思い越しが上がって行動ができるようになって、まあ、引きこもり脱却というか、はい、そこからですね。その時に、まあ、映画を学ぶには、作るには、出るにはどうしたらいいのか、まず高校を卒業しないと、やっぱりしないといけないってところから、うん、で、その時にはもうすでに行きたい大学、今卒業した京都の、当時は京都造形芸術大学だったんですけど、はい、行きたい大学決まってて、そこに行きたいと思って、でも元の高校には戻りたくなかったので、うん、こう通信制の高校にバイトしながら通って、で、1年遅れで、はい、京都へ行きました。梅村さん、梅村監督の性質と夕暮れも紹介させていただいたんですけれども、独特な作品を撮られる方が多いなと思ってすごい、そうなんですね、性質と夕暮れもすごいいい作品で、うん、いやめちゃめちゃ良かったんで、がちょっと収録前に曽我さんと話してたんですけどいや京都芸大のこの辺りの世代やばくないですかって話をいや本当に梅村さんは1個先輩、1つ上です。ああ、そうなんですね。1つ先輩になるんですね。はい、で、バチラヌーンの中でエンドロール、梅村さんの名前入ってる。はい、はい、はい。入ってました、入ってました。登場してくる、クバガサかぶった少年の、オレンジ色の服が、はい、梅村さんの私物でして。そういう。あれを、わざわざ、あれのために。一枚のために借りたんですよ。オレンジのシャツが欲しくて、梅村さんは普段からもうオレンジばっかり着てるんですよ。あ、らしいですね。なんか確かに同じ服しか着ないって。赤っぽいの着てた。赤っぽかったり、なんか暖色系の、はいはい、なんかもう夏はほぼオレンジの T シャツばっかりで、はい、でその時にそう衣装の子がなんかオレンジのシャツが欲しいってなって、で、あ、みんなで、あ、じゃあもう梅村さんしかいないってなって。梅村さんにお願いしたら、はい、貸してくださって、でその時に何着持ってるんですかって聞いたら、7着って言ってる日替わりで1週間分いやすごい言ってましたもんね同じ言ってました、ね、基本同じ服しか着ないんでみたいなことをおっしゃってましたそういう協力の仕方だったんですかね名前があったからわーと思ってた、うんね、その実際クバガサかぶってた石田さんでしたっけ、はい、石田さんもね、性質と夕暮れにも出られてましたもん、ね、あ、出てます。石田健太はいろいろうちの大学関連の作品にはいっぱい出てますね、うん、すごく印象に残ってたので、今回拝見した時も、あ、あの人だと思ってすぐ分かりましたよね、うん。そうだ、ピアフィルムフェスティバルでグランプリなんですよ。すごいですね。めっちゃすごいな。
ここでバチラヌについて、あ、忘れない。衝撃でしょ。意識して、めっちゃいい場所ですね。抜くんだよ。トゥーンカバルーン。大事もいいです、ね。このいいですよね。タイトルバーって、うん、力強い感じの。あ、ペアチケットね、はい、まあそうですね、まあ、予告見てもなんだこれはっていう印象を持った方も多いかもしれませんがバチラヌーンは、まあ、与那国を題材にした映画なんですけれども、その映画の構造としてあのドキュメンタリーとフィクションを掛け合わせているちょっと実験映画的でもある作品になってます。でそのまあドキュメンタリー部分は、まあ、与那国で取り収めたものと、まあ、もう一つの異世界というかフィクションパートの部分はまた別の場所で撮影をしました。で、まあ、こう与那国をまあ題材にした映画ではあるんですけど、まあ、見た人にとっては与那国を知るきっかけになったり、また与那国に行ってみたいって思えるような映画になってたりするんですけど、まあそうですね、余白が多い、見た人それぞれにこうそれぞれのバチラヌーンが生まれるような余白の多い映画になっていて、見た人が多分それぞれがこう自分の故郷を思い出したり、なんかいつかのあの時だったり大切な人だったり、少しこう立ち止まってふっと振り返るような、そんな瞬間になれるような映画になっております。はじめはあの全然違う話でした。あ、そうだったんですね。はい、あの大学、まあ、バチラヌーン大学の卒業制作なんですけど、うん、まあ、3回生の時にあの卒業制作の企画書を提出しないといけないんですよ。でその時点で出したもの、決まったものは与那国島にあのスタッフ全員連れてって、島でオールロケの長編のフィクション映画を撮ろう、撮る企画話だったんですよ。それが、まあ、3回生から4回生上がった頃の春にコロナが来て、それでこの元々の話が、まあ、撮れない状況になってしまって、でそこからまた話を新しく練り直さないといけないってところから、まあ、今のバチラヌーンの形が生まれましたね。あ、じゃあコロナがあったからこういう形になったっていう。そうですね、コロナだったからこの撮れなかった亡くなった話、うん、映画はあったけど、なったからこそ今のバチラヌーン本当に生まれたので。そうなんだ。はい、まああの当時はそうですね、もうコロナが来ても真っ先も見えないし、卒業制作本当にできるのか、組解散させようかってぐらいまですごい落ち込んで、気持ちの切り替えもそんなに早くできなかったんですよ。でこの週に1回仲間とのミーティングも Zoom でになってたし、私は先に一人で与那国に帰ってた。ああ、なるほど。で仲間たちはまだその京都、大学の京都にいて、私は一人与那国に行って、でコロナが来て、で京都に戻れない状態になったんですよ。そうか。でその与那国でなんかこう閉じ込められてるような、そんな少し普段と違うような世界線に来てしまった、そんな感じになって、で映画が撮れなくなってどうしようって落ち込んでる時に、でもこうじっとしてても映画は始まらないし、何か今できることと思って、その時にもうただのもう映像向きじゃない本当に一眼レフをもう携えて島の先輩たちに話を聞きに行ったりとか、なんかこうそうですね、
島で15歳まで育ったけどそれまでに行ったことない場所とか初めて聞く話とか、うん、なんかこう閉じ込め島にこういたその時が、うん、足止め映画制作として足止め食らってたけど、うん、なんかこう島を吸収する時間に変わったんですよ、うん、でそういった撮り収めたその時に撮ってた映像とか写真をあの仲間たちに送ってでみんなは島に来れないからもう私を経由してからしか島にを知ること触れることができないしもうその写真とか動画とか本とかで仲間たちはみんな与那国に対するイメージを膨らませてもらってましたね。でその中でやっぱり、うん、コロナだったからその、まあ、あの時ってもういろんな人たち世界中がその人と会えないから人とのつながりっていうのをすごい強く求めた時期だったと思うんですけど、うん私もそうで京都にいる仲間たちに会えないし一緒に共同制作ができない映画作りができない中でこう映画の中映像の中だったらどうにかこうつながれるんじゃないかと思ってそういう与那国で撮って京都で撮ってドキュメンタリーとフィクションを掛け合わせて映画の中でそしたら場所も関わらず時間も関わらずつながれるんじゃないかっていう発想から今のバツラヌンの形ができてきました。あ、なるほど。すげえ。面白いですね。そういう経緯なんだ。はい、ちなみに、その織り交ぜた作品にしますよって、お仲間にそのお話しされた時の皆さんの反応ってどうだったんですか？戸惑ってましたよ。戸惑ったし。私自身もみんなにこうその話をするときとか脚本あげるときもなんかすごいもう内臓をこうさらけ出してるような気分でなんかもううーって感じでこうみんなにこう出してでみんなもなんかびっくりした反応はしつつもなんかそうですね信じてついてきてくれました、うん、じゃああのドキュメンタリーパートっていうのはもう監督がまあ島でもう一人で全て撮っていってって感じなんですか？そうですね島にいる時に私がもうその時持ってた、うん、しょぼいカメラで撮ってまあちょっと島にいる人に手伝ってもらったりとかはしてたんですけど、うん、ここ押すだけでいいからとかこうやってとか、うん、あとはもう自分でカメラ置いたりして走ったりみたいなあそうかことをやってましたね。なんか出てくる野菜とか果物とかがすごいめちゃくちゃ色鮮やかだったんですけど、はい、なんかそのこう色をこうああいう風に鮮やかなもの衣装だったりとかもその辺って監督の何かこだわりだったりするんですか？そうですね、もう一つの世界線っていうのがちょっとこう現実離れをさせたくて野菜の色を変えてみたんですよ、うん、なんか単純にカラフルな野菜面白いじゃないですか、うん、それでその野菜を食べてたらなんかもっと今の次元から離れられるんじゃないかなと思ってであの食べてるの青いトマトなんですけど、はい、あれはあの牛乳寒天に青い食紅入れて作ったんですよ。実際のトマトをあのシリコンで型を取って、はいはい、そこに寒天流し込んで、ああ大量生産をしてました。なるほど。はい、あれを、まあ、出演 の, あの野菜の男に食べてもらってたんですけど、はい、あれ、美味しくなくて、まあまあ、かかった瞬間に。見るからに食べるにはちょっとみたいな。確かに色的にもね。すごい青いものって食欲をなくす色みたいに言われるじゃないですか。はいはいはい。でもそのあ青いこのカラーもそのバツラヌンでは結構意識してて、うん、青いトマトもポストもあと藍色 の, あの服の少女だったり、ね、あはいはいはい、あと藍染めだったり海だったり空だったり、うん、結構こう青をこう大事にしてるんですけど、まあそうですね、そのポストの役割とかよく聞かれるんですけど、うんうん、
なんで青いポストなのとか、あれは何って聞かれるんですけど、あのその青もこうやっぱり海のイメージを持たせてて、そういう女性的なイメージだったり、あとはその場所、大陸と大陸をつなげる、そういう、まあ、海のイメージだったりとか、なのでその与那国ともう一つの世界とか、過去と今と未来と何かこう次元を超えた境界線に立ってるような、そんなポストにしたくて、こういろんなものをつなげてくれるような、なので青い海のポストにしました。あれ脚本って7ページしかないんですけど、7ページ、はい、7ページでバチラヌーン作ってて、その中にその一応ドキュメンタリーパートと、もう一つのフィクションパートの、はい、あのまあシーンを書かれてるんですけど、ほぼほぼみんな箇条書きで書いてて、はい、あ、なのでそれをあの仲間に渡した時に、うん、多分みんなびっくりしたと思うんですけど、うんうんうん、でそのドキュメンタリーのところはなんかこう箇条書きでこうこういうところでこういうシーンを撮りたいっていうのは決まってたけど、その先みたいなの決めてなくて、なんかこうカメラの目の前でこう生まれるような自然の流れでこう撮りたかったし、縛りたくなかったんですよ。でこうなんかこう木みたいなこう伸びて枝葉みたいにこう伸び伸び撮りたくて、だから結構撮りたいと思ってて撮れたものばかりじゃなくて、特におばあちゃんの縁側のシーンとかも、ああすごいですよね、撮れたものだったし、で逆にそのフィクションのところは結構もうかっちり決まってた上で撮ってたんですよね。でまあバチラヌーン作るきっかけとなったのも、私がこう与那国離れて10年ぐらい経つんですけど、まあそんな中で島にこう行ったり来たり戻る中で、こう時間の流れがあって、うん、でこう変化がやっぱり出てくるじゃないですか、うん、こう景色だったり人の暮らしだったりとか、まあ、島の言葉がこうだん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 消えつつある現状だったり、映画にも出てくる私のおじいちゃんの祖父の老いだったり、何かそういう変化をちょっとヒリヒリ感じて、こう取り収めたいっていうところから来てたんですよね、うん、こう今の与那国を今の私が撮ることに意味があると思ってカメラを回してましたね、うん、フィクションのもう一個の世界線のことで言えば、あれは、まあ、きっかけはコロナでみんなとつながりたかったからっていうところなんですけど、でも映画の構造としてはそのドキュメンタリーのところにフィクションもう一つの世界線を混ぜることで、何かこう目の前のことだけじゃないもう一つのなんか外側、人間の外側にこう意識がこう伸びていくような、なんかこう広がっていくような、想像が広がっていくような効果をもたらせるんじゃないかなと思って、うんうん、登場人物たちがみんな五感をこう使ってるんですよね、はい、そういうあの五感を使ってで、あのフィクションのところもあれはその夢からこういろいろイメージを落としてるんですよ。でそういう夢ってこう人間の潜在意識にこう刺激するんじゃないかなと思って、そういう五感だったり夢だったりっていうところからあのパートを作りました。なるほど。劇中でまあセリフがその与那国の言葉で喋ってると思うんですけど、もともとある程度やっぱ自分でも分かってる部分ってあったんですか？なんか自分の話になると、俺あの おじいちゃんおばあちゃん言ってることほぼほぼ分かんないんですよ、方言を。でまあ自分もそれ知りたいなとも思ったんですけど、なかなかやっぱ学ぶのも難しくてできなかったんですけど、それを監督自身は昔から割と触れてきてたから知ってる部分の方が多かったんですか？まあ与那国の言葉はまあ消滅危機にあるんですけど、でバチラヌーンの中では半分ぐらい与那国の言葉で作られてて、で私自身その15歳まで島で育って、まあ、島の言葉に触れてはきたけど、その時に全然関心はなかったし、学ぼうみたいな姿勢もなかったんですよ。
ただこう音としては聞き慣れてる、耳が慣れてるみたいな、あとまあよく使う単語単語は分かるよぐらいの感じだったんですね。でそれが島を出てから大人になってからですね、そういう言葉に関心を寄せたのは、自分からこう学ぼうって思ったのは大人になってからで、それまでは本当に祖父が喋ってる言葉は分からなかったですね。与那国だけじゃなくて、それ地元の言葉があるところほとんどが、あのおじいちゃんおばあちゃん世代がその言葉の母語話者ネイティブな方たちで、その子供私たちからとって親世代があの理解できる聞けるけど話せない話さない人たちがほとんどで、その子供の私たちは聞けないし理解できないし話せないのが、うん、与那国だけじゃなくいろんなところにある現状だと思うんですけど、まあそんな中で私はそうですね、与那国の言葉は島のアイデンティティだとも思うし、大好きなおじいちゃんがしゃべる言葉をこう、うん、消えてほしくないな、受け継ぎたいっていうところから島の言葉をまだまだ勉強中なんですけど、なのでそうですね、バチラヌの中でこう登場してくる人物たちが与那国の言葉話してるんですけど、彼らのはもう与那国の人ではないので、大学の同期なので、もう本当にあの苦戦してました。いきなり そうですよ、ね、と発音で本当にいっぱい練習してましたね。なのでそうですね、与那国のこう、もう与那国の人たちの中でも普通に日本語は喋るし、あの、あのバチラヌに出てたあの漁師の方とかも全然日本語で話してたし、でおばあが縁側で話してるのも、まあ私からしたら日本語話してる感じなんですけど、あの見た人にとってはなんか、いや字幕ないとわからんって言われて、ああそうかと思って、最初あの仲間たちに見せるあのラッシュの段階、はいはいはい、ラッシュやって、で第一段階完成の時の見せた時に字幕ないとわからないんだけどって言われて、そっか、字幕とか全く入れる前の状態だったんです。フィクション部分はまあ字幕いるっては思ってたんですよ、はいはい、でも与那国パッドまでは字幕いらんだろうって思ってそしたら、いや分からんみたいに言われて、え日本語喋ってるよって言っても、えどこがみたいなあえそうかと思ってそうかもしれない。ちなみに、え沖縄出身の久保さんはおばあちゃんの言葉は分かったんですか、はい、いやまあもう字幕出ちゃってるから見ちゃいますけど、あそっかそっか、はい、まあでも分かる、でも分かんない部分の方が多かったかもしれないですね、俺も。うちもだからもう親もほとんど喋らないし、聞けるけど喋らない感じだったんで、うん、うん、そうですね、なかなか俺も分かんない方の人だと思いますね。うん、まあでも、与那国は、まあ、与那国の言葉があるし、沖縄本当は沖縄の言葉があって、石垣の言葉があって、宮古の言葉があって、みんなそれぞれ、あの地元の島言葉があるので、お互いにあの通じないぐらい本当に言語として違うんですよ。確かにそうかもしれないです。バチラヌンという作品、まあ、これから結構いろんなところで上映が始まっていくと思うんですけど、どういった方に見てほしいみたいな思いってありますか？そうですね、バチラヌン結構、まあ、公開は、まあ、5月からなんですけど、まあ、これまでにもいろいろ上映する機会がまあ何回かあったんですよ。うん、割と見に来てくださる方々の平均年齢がちょっと高いんですね。高めというか、先輩方がこう見に来て、あ、それは与那国出身での方とかも結構見に来てくる。まあ島の出身だったり、まあ、でも京都とか東京とかで上映した時もやっぱりちょっと上の方たちでしたね。やっぱり、うん、こういうのに関心があるのか、でも、うん、若い人にこそ見てほしいなっては思います、うん、やっぱり、うん、与那国だけじゃなくていろんな島地域の人、若い人たちがこう自分の地元島をこう少しでも振り返るようなきっかけにもなってほしいなと思いますし、私自身がこう与那国島っていう日本最西端の小さな島出身で、うん、でまあ、映画を作る
ことになるとは当時思ってはいなかったけど、こうやって島の外に出て映画持って全国回るぞってところまでなんか来ることができるんだよっていう、なんかこう全然田舎者でも、うん、こうやって全国にこう映画を届けることができるんだよっていうことも、うん、なんか見てもらいたいなっていうのもありますし、そうですね、いろんな世代の方々に見てもらって、まあ、単純にひとまず与那国を知ってもらうきっかけにもなってもらいたいです。はい、なんかまず与那国どことか多分知らない人多いと思うし、私も大学に行った時に、県外出た時に、あの与那国島って言ったら、えって顔して、どこにあるのみたいな、なんか、あ、授業でちょろっと聞いたことがあるみたいな、そんな印象だったので、あ、こんなにあの与那国のこと知らない人いっぱいいるんだっていうのを実感して、大学4年間はめっちゃ与那国アピールしてましたね。ここだよっていう、はい、確かに。どうなんですか、曽我さんとか的には与那国島って初めて聞いた感覚ですか？いや、初めてではないです。よく聞きはしますけど、うん、あのはっきりどこっていうのはやっぱり思い浮かばないですね。なんかみんなこう、日本最西端ですかね。そうですね、場所をこう確認したときに、あ、台湾すぐ近くって、あ、そうそう、びっくりした、はいはい、石垣島、同じ八重山諸島の石垣とか、その西表竹富島と一緒になって八重山諸島なんですけど、与那国もだけど、与那国島だけこうポーンと離れて、はい、台湾の近くにあって、石垣島より台湾の方が距離的に、そうですよね、与那国島といえば俺は勝手にもあの土南のイメージしかなくて、泡盛ですか？そうです。土南っていうあれなんですよ。与那国島でしか作ることを認められてない60度の泡盛があるんですよ。そうです。与那国では特別に60度の泡盛を作ることが、そう、許可されてる。許可されてて、そうです。60度の泡盛をあの花酒って言うんですよ。お花の酒です。そうです、そうです。もうすごい、あのもう喉が口に含んだ瞬間にも買ってるような、そんなお酒スピリタスみたいな60度はすごいですよね。いや、でも結構好きなんですよすごいですねなんかまあなんかちょっとこっちに自分も来た時とか、まあ、若干ちょっとネタにもなるしあでも実際割となんかまろやかっていうか、なんかちょっととろみがあるようなイメージが、そうですね、匂いは私もすごくなんか好き、好きというよりなんか、まあ、嗅ぎ慣れてるのもありますね。なんかこう私にとってこう青森島の島酒は自分の島の島酒だから、なんかこう飲むこともあるけど、ちょっとお守りみたいなそんな存在でもあるし、その青森とその60度の花酒っていうのも、この度数をこう昔花酒泡盛の度数を測るときに、こうある一定の高さからこう酒を落として、あのコップにね、落としたときにこう泡がこう出るんですよ。でその様子がこう鼻みたいにこう泡がプクプクって出て、そうなんだ知らなかった。でそう花酒っていう、まあ諸説あるんですけど、へ、あとは、うん、そうですね、その泡盛を蒸留したときに一番最初にこう、あ、汲み取る、蒸留した一番最初のお酒だから、花、与那国で花はあの言葉、与那国の言葉であの最初だったり先っちょだったり、そういう意味合い、そこから花を取ってるっていう、まあ、そういう説もあります。花からとか、そういう、なるほどなるほど、そういう意味でも確かに一緒ですね、うん、ああ、いや本当、ちょっとじゃあ曽我さん今度じゃあ飲みましょう、土南を。知らんよ60度とか飲ましたら知らんよ、 おじさん気をつけてください。いや意外と飲めると思います。いけますかね多分ちょっと味見とかね、そうですね、もらいたいですけどね飲む機会も作りましょう。はい、ぜひぜひすみません、酒の話で終わりみたいになっちゃって、与那国島の話ですから
じゃあちょっとここでですね、この今回本土復帰50周年の映画の特集ということで、まあバチラヌーと、もう一つ与那国という、まあこちらも与那国島を舞台にした作品があるんですけど、与那国旅立ちの島についてもちょっとご説明をいただきたいと思うんですが、そちらの説明をしてくれる方が、バトンタッチですね。特別に。いらっしゃる。これは固定した方がいいです。じゃあ、はい、じゃあこっち。あ、そうですね、すいません。始めました。今回ですね、バチラヌンとこの与那国旅立ちの島を合わせてですね、国境の島に生きるという上映特集を組んでいます。配給のムーリンプロダクションの菅谷と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、ちょっと菅谷さんの方からこの与那国について、ちょっとどういった作品なのかというのをご説明ちょっといただけますでしょうか。はい。与那国旅立ちの島はですね、ドキュメンタリーなんですけれども、こちらはそもそも東森さんとか撮った作品じゃなくて、別のアヌシュ・ハムゼヒアンというとビットリオ・モルタロッティというイタリア人のコンビがまず監督した作品なんですね。ご覧になった方は分かると思うんですけど、バチラヌンがこの出身で中の視点から撮った与那国だとすると、与那国の周りに客観的に今の島の現状を捉えたドキュメンタリーで、ドキュメンタリーに何をモチーフテーマにしているかといいますと、本作においては旅立ちの島というサブタイトルからも分かるように、中学生の卒業ですね、島の中学生たちの日常を取材しているんですけれども、与那国は中学校までしかないので、卒業と同時にみんな島を離れないんですね。監督も10年前その経験をされてるとは思うんですけども、みんなその石垣であったり、あるいは沖縄本島であったり、あるいはその本土の方であったりの高校に進学するので、彼らの別れが定められている彼らの15歳と14歳の主に、しかも冬ですね、こう与那国 の, この灰色の雨季のような灰色の空の与那国をバックにこう撮っているドキュメンタリーですね。で、その中学生たちの日常を基調にしながら、その島の伝統であったり、先ほどから出ている与那国語であったり、いろんなお年寄りがしてきたこの島の経験の語りみたいなものも、そのある意味、まあ、伏線、サブの線としていろいろと描いているという、客観的にこう与那国島のその現状を描いているドキュメンタリー作品ですね。その要はもうみんながいろんな方々で旅立っていく様子っていうのがすごくなんか切なくなりました、ね、そうなんですよ。こうやはりどうしても皆さんというかこうね、中学校を出たらこう島を出なくちゃいけないっていう、うん、しかもまあその同級生って言っても一学年要するに4名とか、ね、うん、ね、3名4名の学年しかいないので、こう一個大が卒業してしまうと、またこうぽっかり穴が開いたような感じになってしまうんですね。その青春の何かだけど、まあ普段彼らたちはこう明るく振る舞っていて、もうすごい和気あいあいとこう楽しく暮らしていて、その日常にこうすごいもう超至近距離でフォーカスを当てているというような作品でした。いや、そうですね、これをまたイタリア人の監督が撮ってるっていうのもなんか面白いなと思ってすごく見てたんですけど、はい、これはですね、確かにそうですよね、イタリアの監督が、このどうして与那国にたどり着いたのかっていうのはすごい皆さん疑問に思われることだと思うんですけれども、もともと、ま、この2人は日本で何本か3本ほど撮っていて、劇場公開はされていないんですけども、岩手の沿岸部を取材したものだったり、和歌山のイカの研究者の人を取材したものだったりというのを載っていて、でもともとある程度美術寄り の, 映像作家と写真家のコンビなので、そういうのを撮っていたんですけれども、今回たまたま彼らがイタリアの方にですね、パトリック・ハインリヒさんというまさにこの与那国語の専門家の先生がいらっしゃるんですね。もともとは東京外大で研究されてた方なんですけれども、今イタリアに戻って教鞭を取ってらして、で彼らがたまたまそのパトリック先生に会った時に与那国と与那国の子を紹介してもらって、こういうその今消滅の危機に瀕している言語とその島、その言語を持つ島があるっていうのにこう興味をそそられて、彼らがリサーチを開始してっていうことですね。
すごいですね。そういうふうにつながるんですね、そうなんです。で、彼らはその映画に加えまして、美術作品、まあ、インスタレーション、空間芸術、映像等々の作品と、あと書籍も、与那国文字辞典みたいな、両同時に作ってまして、だまあ、美術作品の方が割とその言語とか、はい、島のナラティブの語りみたいなものに焦点が当たっていて、まあ、映画の方はどちらかというと、もう、中学生の日常というのはメインになっている感じですね。いや、ありがとうございます。ちゃんと説明まで。もう。いやいやいや、そんな。ありがとうございます。いや、でも、ああいうこう、ドキュメンタリー作品を見ると、なんだろう。そっからまた10年後みたいなやつをもう見たくなりません。これがですね、今日ちょうど生で上映があったんですけれども、はいはい、そのまさに当時旅立った子が今、那覇の高校に通ってるんで、見に来てくれた。あの、那覇高校行くって言ってた。はい、そうです。元気くんでしたっけ。あ、それと別に、小禄高校に行っていた子だったけど、あのもうすっかり垢抜けて。うわ、見たい。めっちゃ見たい。島のあの純朴そうな子がもう那覇の人になってましたよ。うわー、超見たい。那覇高校とかだったらもう。島出たら環境激変しますよね、それは、ね。やっぱあれを撮った時はもうこの、まあ、2019とか、まあ、20年なんで、やっぱ10代の子って2年3年経ったらやっぱもうガラッと変わる。もうすっかり垢抜けて、もうあ登壇いただこうと思ったけど、あれ誰だろうと思って、とりあえず名前呼んだら、そうだったんですよ、本当に。で、これちょっとやっぱまあ、10代の成長の速さみたいなものを感じました。うん、その写真、こう、その、WhatsApp、まあ、LINE みたいなもので、あの人たちに上映後送ったら、彼らも驚いてましたよ。いや、そうですよね。いや、いいっすね。そういうのなんか面白いな。現在ですね、那覇市の桜塚劇場で公開中でして、5月7日土曜日からは、東京の新宿ケーズシネマさんと、アップリンク吉祥寺さんで上映がスタートします。その後一応関西では、5月13日金曜日からアップリンク京都さん、14の土曜日からは、大阪の第7芸術劇場さんで開始しまして、その後あの名古屋のシネマテイクさんですとか、長野の方ですが、まあ、あの全国順繰りにちょっとずつ拡大公開してまいりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。こちらの実は僕ら配給がつく前に、去年の10月に桜坂さんの方で1回上映してるんですね。それはあの東森さんが直接劇場に、その去年の今頃4月頃に、そうです、大学卒業して3月4月頃に、あの東京に上京する前に那覇に寄って、で桜坂に行って、東森愛花です、あの与那国のバチラヌンという映画撮ったので、見てください、かけてくださいって、あの突撃したんですよ。すごい。劇場に持ち込みですよ。DVD、行って、それから数ヶ月返事はなかったんですけど、いつだったかな、ピアであのグランプリ取る前ぐらいに返事が来て、桜坂の上映が決まったんですよね。で、その後にピアでグランプリが決まったので、さらにこう沖縄のこうメディアもいろいろ取り上げてくれたこともあって、はい、もう桜坂公開初日が本当にあの満員御礼で、あのチケット完売、入れないですってぐらいになって、本当にあのたくさんの方が見に来てくださいました。すごい。だから最初1週間のお話だったのが、まあ、初日2日目満員立ちまで出たってなったもんで、こう2週間になり3週間になりと、このコロナの合間でもこんなに人が入るんだっていうぐらい入って、すごいっすねそれ。だから、まあ、ある種だからこちらに行かしたアンコール上映的な、また那覇に帰ってきたと。こちらあのまた上映に際して何かあのパンフレットとかグッズの販売とかって予定してるんですか？パンフレットがですね、ちょっとなくてですね、はい、まかりちょっとチラシの方が、まあ、見開きでちょっと情報を書いてるんですが、
東京の方は多分アップリン吉祥寺さんに行くとちょっとグッズが展開してまして、展開してるグッズというのがそうですね、あのバチラヌングッズではないんですけど、はい、まあ物販として出るのは去年の3月に沖縄グラフという沖縄のちょっと、まあ、歴史ある月刊雑誌があるんですけど、それに特集を組んでもらってバチラヌン取り上げていただいたんですよ。でまあ、それの、まあ、抜き刷りを特別に作ってもらって、まあ、映画のパンフレットが、まあ、ないのでその代わりという感じで沖縄グラフがバチラヌンのなんか代わりの雑誌みたいになって物販をいたします。あとはそうですね、与那国 の、 雑貨とかをこう映画館で販売しようかなと思っていて、作品のに出てくるその島の民具だったりとか、あとは織物を生かした雑貨だったりとか、そういう島のいろいろなものをこう映画館で販売して、プチ与那国フェアみたいなのを、ああいいですね、劇場でできたらいいなと思っておりますので、さっきお話しいただいたその青い寒天で作ったトマトは販売しないんですか？関西で上映するときには誰も思ってない。美味しくない。美味しくないですね。ポストはあるんですよ。あ、そうです。アップリンク京都で上映するときは、青いポストを劇場に持っていこうと思って。あ、学校に保管してあるとかそういうことですか？あ、そうです。大学にそのまま保管してあるので、はいはいはい、京都には映画館に持っていこうと思います。ああ、それ見たいな。いいな。あ、いいですね。関西の女優は割と何かそういう、まあね、キャストとかスタッフとか先生とかいろいろね、いらっしゃるので、また、うん、沖縄とは違った意味で盛り上がりがあるかなと、うん、それは上映の時とかまたあれですか、トークイベントというか登壇みたいのも考えてるんですか？はい、各劇場の初日は行って舞台挨拶、はい、しますので、うん、皆さん劇場でお待ちしております。5月7日のケイズシネマの与那国旅立ちの島の会は、まさに30年前与那国を舞台とする老人と見てたジャン・ユン・カーマン監督と、うん、アヌシュ・ビットオーリョ、この2人の3人が登壇しまして、すごい、まあ、東森監督とあとキャスト、スタッフの方が、はいはい、いらっしゃるというの、これは5月7日8日はですね、こういう感じで各回監督がいらっしゃいまして、うん、5月10日平日火曜日なんですが、あ、言っちゃいますそれ、これ言っていいって言ってたんで、あ、じゃあぜひぜひ、うん、行きました。なんかですね、はい、与那国観光大使を務めてらっしゃいます、はいはい、みやぞんさんが登壇します。そうなんですか。はい、ここが初公開です。観光大使されてるんですね。そうなんですよ。なんでって言ったらそうです、イッテ Q という番組があるじゃないですか。あれでみやぞんさんが与那国に来たんですよ。そうなんだ。でその時にみやぞんさんがすごく与那国を、まあ、気に入って感動して島に来て、で与那国観光大使になりたいってこう名乗り出たら役場が OK って言って軽いですね。わあ、すごい。なのでやはりこの観光大使の仕事としてやっぱ与那国の映画をアピールしていただくということ。いや、なるほどね。一緒に与那国を全国に PR したいなと思ってお願いしたら引き受けてくださいました。わあ、すごい、それは10日の、午前中のその与那国旅立ちの島の会の後に、ね、ご登壇いただきまして、ちょうど与那国とバチラヌンつながってるので、ちょうど東森さんと宮園さんが、まあ、トークする形で予定してまして、うん、あ、すげえ。関西編は関西編で、14日土曜日の大阪第7芸術さんは、東森さんのちょっと大学の頃の先生でもある、はい、北浩二さん、北浩二隆さん、はいはい、映画批評家の北浩二さんです、はいはい、で続く5月15日復帰の日ですね、まさに日曜日は第7芸術劇場で東森さんと、映画監督で俳優の鈴木拓司さんの、鈴木さんでした、はい、対談になりますという感じで、関東関西ともにいろいろ豪華ゲストを招いての対談を今すげー、はい、準備しましたので、はい。
東森監督は今後また何か作品を撮られる予定などはあるんでしょうか。そうですね、あのピアの、あのスカラシップっていう制度が、はい、ピアでその年に賞をこういただいた監督たちがそのスカラシップっていう企画に応募する権利が与えられるんですね。そのスクラシップは、まあ、言ったら次回作を、まあ、もろもろバックアップしてくれる、うん、あの企画なんですけど、それに、まあ、絶賛挑戦中で、はい、それに、まあ、通ったらまた映画が作れるかなというところでして、まあ、でもそれに関わらず、そうですね、まあ、与那国でまた映画を撮りたいとは思っているので、今後も、まあ、バチラヌーンを撮ったからこう今いろいろ思うのは、まだまだ自分は島に対して知らないことも多いし、勉強しないといけないな、経験も、うん、全然まだないっていうのも、うん、思い知ったし、そうやって与那国をまたこう深く学ぶ中でも、その隣の台湾の存在も欠かせないっていうことも見えてきて、まあ、そうですね、台湾にすごい関心もあって勉強したいなっていうのもあって、いつかそうですね、台湾与那国の映画とか作れたら面白いなとも思いますね。あと与那国語、与那国の言葉、ドナムヌイを、まあ、引き続き勉強して発信してこう受け継いで残していきたいなと思います。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。そのバチラヌーン撮るきっかけもそうだったけど、なんだろうな、その物を作るとか映画に対するその制作の始まりというか根源というか、私にとったらなんかこう 怖さだったり寂しさ悲しさみたいなところからこういう来てるなっていうのが今こう自分で振り返って見えてきて、そのバチラヌーンを撮ったのもやっぱり島をこう守りたいとか、うん、引き継いでいきたいとか消えてほしくないっていうところから来てて、また引き続き与那国で映画撮りたいって思うのも、うん、台湾のこと学びたいって思うのも、自分の島を、うん、守りたいから消えてほしくないから、島の言葉もアイデンティティも失いたくないっていう、うん、怖いからかな、うん、そういうな感じです。だから全然そんな、うん、そんな大層なものじゃありません。いや本当にバチラヌーンの本編にもね、そういう監督の意図というか、うん、はい、あのそういったものが盛り込まれてるっていう気は、はい、僕拝見してて思ったので、ね、ぜひ視聴者の皆さんにはそこら辺も注目してみていただきたいです。シネマチュラリズムにトラシワリウヤンタウツダンタスヤラグフガラサユバチラヌン、ぜひあの劇場まであの見に来てくださると嬉しいです。あの舞台挨拶も各劇場行きますのでお待ちしております。あのそうですね、今の与那国語なんですけど、与那国の言葉であのシネマチュラリズムをご覧の皆さん、今日はありがとうございますといった島の言葉でした。はい、ありがとうございます。ますでは本日もご視聴ありがとうございました。面白いと思ったらチャンネル登録、そして高評価、コメントもよろしくお願いします。では行きます。せーの、シネマ。シネマ。チラリズム。はーい、ありがとうございました。ありがとうございました。